こんにちは、まるさんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。時々本屋で見かけた雑誌をですね、購入しては紹介している動画を上げています。これね、パチ君ね、ラボットのパチ君です。今日紹介する雑誌はこれです。ユリイカ、使徒、批評、9月臨時増刊号、大林信彦、1938から2020です。映画監督 の大林信彦さんです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、今年4月10日に、亡くなりました。本当にね、たくさんの映画を作った方です。もう3年前になるのかな、もうがんの告知があって余命3ヶ月とか言われたんですが、闘病しながら、映画を作っていて、で今回本当はその4月10日に公開されるはずの、海辺の映画館キネマの玉手箱っていうのがあって、でそれがコロナで延期されて、まさにその日に、亡くなりました。でやっとその海辺の映画館キネマの玉手箱、これね、これが今劇場で上映されてます。今東京とか、ね、首都圏でやってますが、地方でも地方の映画館でもやりますので、公開、予定確認して、ぜひぜひ本当に見てほしい映画です。実はね、僕自身が尊敬している人が3人います。実はね、 3人のおじいさんというか 3G っていうのが僕の名前ついてるんですが、大林監督がまさにその 3G の一人です。一人は清里の父ポール・ラッシュっていう人、もう一人は、情報建築家っていう肩書きなんですが、リチャード・ワーマンっていう人がいまして、分かりやすく言うと、テッドっていう、テッドトークって知ってるね、テッドトークの元になっているテッドカンファレンスというのを始めた人、情報建築家なので、そのインターネットが登場する前から、いかに情報を整理し分かりやすく伝えるかということに取り組んでたリチャード・ワーマンですよね。ポール・ラッシュ、リチャード・ワーマン、それから大林信彦監督、これが僕の中での 3G という尊敬するおじいさんたちです。おじいさんと怒られちゃうか。今回このユリイカは本当にいろんな方が大林監督について書いてます。それから大林監督の対談というのもあります。あとは奥様である、プロデューサーである巨子さんと、お嬢さんの映画監督でもあり、お嬢さんのちぐみさんとの対談とかね、各いろんな人が監督に対して寄せています。なかなかね、いい写真がいっぱいあるんですよ、これ冒頭のところ。で誰が撮ったかって見ると、もちろん大林監督の昔のアルバムから撮ったものもあれば、大学生時代とかね、それから、お嬢さんが撮った写真もあるんです。知ってるかな、大林監督って実は映画監督だけではなくて、数々のコマーシャルを作ってきた人なんですよ。でね、例えばチャールズ・ブロンソンが出たマンダムっていうのありましたよね。あれもそうだし、ソフィア・ローレンが出たラッタッタも実は大林監督だったりします。いわゆる当時はね、その外国人タレントを使った CM を先駆けですよね。その後ちゃんと数がわからないんですけど、2000本とも3000本とも言われているコマーシャルも作成しているという人なんです。でその方が、商業映画で、デビューするというか、ね、そういう方なんですよ。結構ね、これ面白いのは、その裏側というか、映画の裏側というか、その人の裏側がいろいろ見えてくるのが面白いです。結構個人情報大丈夫かなっていう内容も実はちょっと載ってます。たくさんテキストがあるのでね、本当に大林監督の本ってね、映画はあれだけビジュアルなのに映画はビジュアルですよね。本当に活字の多い方です。でそんな中で面白いなと思ったのは、久石譲さんが書いてる部分なんですけど、大林監督にね、遥かノスタルジーっていう映画をの時だったそうです。究極の映画とはってことは題にしたことがあった。そこで監督は明快におっしゃった、字、活字だけの映像、これがね、究極の映画だって。すごいよね。だから活字だけの映像が見る側のイメージを一番膨らませるからっていうことらしいんですけど、その映画は本当に映し出された映像だけではなく、それを受け取った側がどう受け取るか、
ていうところに本当、ね、その見る側の記憶、思い出、そんなものもごっちゃになって映画っていうのは完成するって感覚を持ってます。あの大林監督の映画の中で 9分の4秒っていうタイトルがついてるのがあるんですけど、まあ、特に昔の映画はフィルムが映ってるところ、それからシャッターが降りて次のコマが出てまた映して、シャッターが降りて次のコマが出て映してってやってる。でそれを考えると、実はあの90分の映画の中で僕たちは半分じゃないな、90分の映画の中で40分暗闇にいるんだそうですね。でそういう中で僕たちはその目に入ってくる光の映像と同時に暗闇で見る自分の心象、思い出みたいなものと一緒になって映画を見ているっていうことらしいんですよ。なるほど、面白いなと思ってます。そんなね、本当に大林監督、本当にこういろいろ示唆に富んだというか、僕にとってもかなりこう影響を与えてますね。で、気になった方、まあ、全部読んでないの、まだ買ったのはいいんだけど全部読んでなくて、さっき僕の尊敬する3人のおじいさん、3G ということで言いましたけど、実は僕の中では、日本の女優さん、日本の女優さんのベスト3の、まあ、トップかなに、いる方が出ています。このピックアップしてね、あのこの人が何書いてるのかなっていうのを気にしながら見ます。この今回は全部ね、最初から最後まで通して読むっていうのはなかなか厳しいっていうか、時間かかりすぎちゃうので、まず飛びに読んでます。このね、先ほど紹介しましたけど、この海辺の映画館、キネマの玉手箱公開されるんですが、監督としてはまだまだ撮りたい作品がたくさんあるそうです。でそのうちの一つが、この先に多分出てくるのかな、多分進行してると思います。椿時飛びっていう映画が、もう予定されています。でもう監督もね、かなり体がきつかったので、あの監督の補佐として、雪貞監督ですよね、雪貞勲さんにその辺を頼んで、いたやつなんですが、まあ、監督がお亡くなりになって、多分この映画は雪貞監督で撮ることになるだろうというのがありますね。そんなところで、椿時飛びっていう映画、熊本で撮るということで聞いているんですが、多分ニュースもネットのニュースで、ね、いくつか出てたりとかします。でまだ具体的にじゃあいつ公開とか、まだその辺はあのいつクランクインでクランクアップでって話をまだ聞いてない、海に入ってこないので、まだこれからだと思うんですが、もうすでにその海辺の映画館、この映画の次という作品が、まあ、進行し進んでいるということで聞いています。それとね、これが本当にあるのかなっていうのがあって、僕が日本の女優さんベスト3に入れている一人の方がいます。その方の書いてるところにあるので、海辺の映画館キネマの玉手箱の試写会に誘われた時の電話に、試写会の時でねに聞いた話です。監督は2人の続編があるから来年スケジュールを開けて送りなさいねとおっしゃいましたというのですね。ね、大林監督の2人です。あの主演は石田ひかりさん、それから中島智子さんが、出られたようですが、それの続編があるっていうんですよね。確かにね、あの2人の映画の後に何かのインタビューだったかな、80過ぎた大林信彦が40代の石田ひかりを使って恋愛映画を撮るっていうような約束をしたっていうのを何かで読んだことがあります。やっぱりそれ考えてらっしゃったんだなっていうのがあって、ただこの2人の続編がね、どういう意味での続編かがちょっとまだよく分かってない、そこしか書いてないから。で実際赤川次郎さんの2人という原作があるんですが、あれには、続編で妹という小説があって、主人公の北尾美香が、まあ、大人になって、でお母さんが亡くなって、お父さんは、小樽から来た人と一緒になって、そっちに、もう娘ができて、それが北尾美香の妹になるというね、そういう話らしいんですけど、まあ、その続編なのか、それとも本当にあの意味的な続編という意味で言ったのか分かんないですけどね。ただ見たいなこれ、うん、
本当にこう20年前の映画と同じキャスティングで20年後物語を進めていく、そういう映画を撮るっていうのは なんかねすごくいい作品ができそうだなって感じがします。まだまだたくさんあります。本当に活字いっぱい、それと結構ね秘蔵っぽい写真がねたくさんいくつか載ってます。というわけで、今マルさんを作っているかなり大きい部分にこの大林信彦さんは監督がいます。その監督のテキストをじっくりと読んでみたいなと思っています。ユリイカ使徒批評9月臨時増刊号総特集大林信彦1938から2020生徒者、金額が本体価格1800円の税別です。1980円かなになります。これはね大林監督のファンはもちろんですが、これからのね日本の映画のっていうかその映像が持つ力ってなんだろうっていうのを考える上ですごく面白いんですよね。で特に監督はこの平和の時代を作るためにその映像が果たせる役割は何かっていうのを本当にここ最後の作品いくつかなんていうか数多く作ってます。まあ、監督が言うには本当にハウスから始まった商業映画は、ずっとそれ寝てるの、だったそうです。これおすすめ。こっちかな。おすすめです。